皆さん、こんにちは。今回は俳優の峯岸徹さんを取り上げていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。俳優の峯岸徹さん、本名峯岸智夫さんが肺がんのため亡くなったのは2008年10月11日のことでした。享年65でした。峯岸徹さんは2008年4月にがんが発覚し、入院化療していたといいます。同年7月に仕事復帰したのですが、亡くなる2週間ほど前に体調を崩し再入院していたといいます。結局そのまま帰らぬ人となってしまいました。当時、個人の意思で葬儀、告別式は親族のみの密葬で営まれ、後日、偲ぶ会が開かれています。鉄人レースに挑む屈強な体力をもってしても、がんを克服できませんでした。関係者によると、とても安らかな最後だったと言います。経緯を調べていくと、2008年4月、持病の腰痛の術前検査でがんが発見されたと言います。自身の公式ホームページ上に、同年7月12日付でその時の心境を綴っています。一瞬何が何だか分からず、すべてが止まった。私は腰の手術で入院したのだ。そんなバカな嘘だろ、などと赤裸々に綴っていました。出演を予定していた6月の舞台を腰痛の悪化を理由に降板しています。実はその陰で必死にがんと戦っていたのです。5月から抗がん剤や放射線治療を受けました。がんにいいと教えられた秋田県玉川温泉まで当時に出向いたこともあったそうです。その甲斐あってか経過は良好だったそうです。7月には一般にがんを公表し、テレビ東京の旅番組で仕事復帰も果たしていました。当時公開中でその後賞を受賞する映画「送り人」にも出演していました。しかし亡くなる2週間ほど前から体調が急変し入院します。結果そのまま帰らぬ人となってしまい、都内の自宅に無言で帰宅しました。この日自宅には親交のあった映画監督の子大林信彦氏ら友人らが弔問に訪れています。1962年デビューの峯岸徹さんは数々の映画、ドラマ、舞台で活躍した名優でした。一方、亡くなるまでの数年はトライアスロンにのめり込み、2000年から沖縄、宮古島の大会に参加し、闘病中も来年の大会には出るんだと希望を持ち続けていたと伝えられています。同月19日には大阪で開催される肺がんフォーラムで、患者の立場でゲスト講演する予定だったといいます。 HP では、私は負けない、絶対に負けない、私は絶対に負けません、がんなんかに、と不屈の意気込みを示していた峯岸徹さんだったのですが、65歳の若さで天国へと旅立ってしまいました。ハイカラビデオ。俳優業以外で峯岸徹さんが注目を浴びたのは1986年4月8日、人気アイドル岡田由紀子さんが投身自殺するというショッキングな事件が起きた時でした。自殺の要因の一つが失恋のショックとされ、その交際相手として噂されたのがドラマで共演経験のある峯岸徹さんだったということです。事件当日、緊急会見を開いた峯岸徹さんは妹のような感じでいろいろアドバイスしたりする仲だった、兄と妹の関係以上にはなかったと恋人説を否定しつつ、僕にも責任があると涙を浮かべて語っていたのが記憶されています。日本テレビのスター誕生の第46回決戦大会で優勝した岡田由紀子さん、桜田淳子さんや松田聖子さんらを輩出していたサンミュージックからアイドル歌手としてデビューした岡田由紀子さんは、あっという間にスターの座に上り詰めていきました。ところが絶頂期を迎えた1986年4月8日にサンミュージックの屋上から飛び降り自殺を図ったのです。岡田由紀子さんは TBS ドラマ「禁じられたマリコ」で共演したかなり年上の俳優の峯岸徹さんにもてあそばれたとか、彼の子供を妊娠したとか、それらが自殺の原因かのような無責任な憶測や噂が飛び交っていたといいます。しかし実情は、離婚していた峯岸徹さんが引き取った子供を溺愛し可愛がる姿でした。その姿から峯岸徹さんは女をもてあそぶタイプのような無責任な男ではないと言えるでしょう。一方、岡田由紀子さんの
芸能界の育ての親と言われているサンミュージックの相沢秀義社長の取材で揺るぎないものになったといいます。岡田由紀子さんはデビュー前から相沢秀義社長の自宅で下宿していたのですが、デビューして売れ始めたので一人暮らしを始めたといいます。その参加後に岡田由紀子さんの住んでいた部屋にのりぴーこと坂井のり子さんが入ってきたのだそうです。そして自殺する3日前に相沢秀義社長の家に岡田由紀子さんが食事に来たといいます。相沢秀義社長はこう述べています。なんとなく元気がないから、お前がこれからうちの会社を背負っていくんだから頑張らなきゃダメだよと言うと、私なんかもうダメだから後にいい子がいるじゃないという暗い話をしだしたんですと自殺前の岡田由紀子さんの様子を語っていました。その後の岡田由紀子さんの行動を追ってみたいと思います。ハイカラビデオ。関係者の証言をもとに振り返ってみます。岡田由紀子さんは1986年4月8日午前10時頃、自宅マンションでガス自殺を図りました。近隣住人の通報で救急搬送された岡田由紀子さんの手首には刃物による切り傷があったといいます。治療後に病院を後にした岡田由紀子さんは、所属事務所の福田時男元専務と共に事務所に戻り、12時15分頃、福田時男元専務が当時の事務所社長に報告するために席を離れた間にビル屋上から身を投げました。岡田由紀子さんの死後、ドラマで共演した男性俳優との関係などが取り沙汰され、自殺の理由についてさまざまな憶測が飛び交う事態となりました。番組のインタビューに応じた福田時男元専務は、岡田由紀子さんの1回目の自殺未遂は当時関係を噂された男性への一途な思いからの行動であり、2回目の自殺は自殺未遂で大変なことをしてしまったからもう生きてはいけないと思い詰めたのではないか、皆に迷惑かけたという自責の念などと語り、午前中の自殺未遂が正午過ぎの飛び降り自殺につながったとの見方を示しました。亡くなった後、岡田由紀子さんが残していた一冊の日記風のノートが発見され、それを読んで自殺の真相が徐々に見えてきました。その日記風のノートには、相手の男性である峯岸徹さんはもちろんのこと、岡田由紀子さんが峯岸徹さんを思い、そのことが嬉しくて、喜ぶ様。一方で、その恋は成就することがないと判断し、真綿で首を絞められるような苦しみが克明に綴られていたといいます。岡田由紀子さんは峯岸徹さんに恋焦がれて、プラトニックな愛を持ち続けて自殺したんですと相沢秀義社長は語っています。ただこれは相沢秀義社長の主観で語っていることであり、本心はもちろん岡田由紀子さんにしかわからないでしょう。ただその後の経緯として、峯岸徹さんは岡田由紀子さんの自殺の真相を知って、正直ものすごくショックです、僕は兄貴のつもりでいたんですが、彼女はそれ以上のプラスアルファがあったのかもしれない。それが愛だったら責任を感じますとコメントしたということにつながります。いかがだったでしょうか。今回は峯岸徹さんの死因と過去に経験したトラブルについて見てきました。実に厄介で複雑な問題だったと言えます。亡くなった人からは本心を聞き出すことはもちろんできません。しかし峯岸徹さんは常にこの問題から逃れることなく人生を全うしました。岡田由紀子さんが亡くなった後、自身に責任がないとは絶対言わず、本当のことはわからないとしながらも、事件に真正面から対峙してその後の俳優人生を過ごしました。そして、ドラマや映画で感動を与えるバイプレイヤーとして活躍したのです。今回の動画の感想や、扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そして、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。